えっと、19時になりましたので、あの、ログミライラル、IR ライブのですね、あの、大地頭の会を始めたいと思うのですが、えっ、ー、と、ログミさん大丈夫でしょうか。はい。えっ、ー、と、それではですね、ちょっとあの、画面共有して始めたいと思いますので、えー、よろしくお願いします。えっ、ー、と、まずですね、はい。 まあ私自身のですね、えっ、ー、と、自己紹介から始めたいと思います。えっ、ー、と、まず、ホームページかな,かなえっ、ー、と、あ、こっちか。あ、すいません。いろいろ。これでフルスクリーン。はい、えっ、ー、とですね。 まあ、いつもやってるあのセミナーのですね、自己紹介のページではあるんですけど、えっ、ー、と、まあ、私、大傍聴はですね、えっ、ー、と、2000年5月から株式投資を始めましてですね、えっ、ー、と、2002年から2005年に、まあ、主に不動産株の急上昇のところを信用取引で、まあ、活用してですね、あの、おもけして、で、1.5億で、えっ、ー、と、2004年10月にですね、えっ、ー、と、 専業投資家になりましたとで、えっ、ー、と、19年ぐらいやってるんですかね。はい。で、えっ、ー、と、2006年1月にまあ10億円まで行ったんですが、そこからリーマンショックとかラブダショックがありまして、で、不動産や、まあ、あの米国の社債なども買ったり、あとはまあ、あの、残ったお金で、えー あの超分散投資ですね。えー、今、あの四季法の連載記事でもありますけど、まあ、あの割安で、まあ、成長性の高い割安成長株を分散投資する。で、まあ、2010年の頃は結構ですね、割安株、特にその、下値が硬いものですね、資産バリュー株を中心に、まあ、損失しないことを重視して投資していました。 で、まあ、アベノミクス行ったんですけど、まあ、ちょっと株、その時はですね株の比,の比率が小さくて、ちょっとそこが残念だったなと思っています。で、えー、次にですね、えーと、アベノミクス以降なんですけど、まあ、ツイッターとかを開始して、まあ、おかげさまでほぼ、えー、と10万近いフォロワーの方にあの見ていただいて、いつも。 毎日ですね、えっ、ー、と、反応いただいて、本当に感謝しております。まあ、一つ一つ、ちょっと返信ができてないですけど、まあ、あのー、なるべくですね、まあ、皆様全体に楽しんでいただけるように、あの、面白いツイート、ためになるツイートを活躍、頑張っていきたいと思っております。あと、まあ、マネージとかですね、セミナー活動などやっております。まあ、メディア活動もですね、まあ、自分自身がやってて面白いっていうのもあるんですけど、 やはりです、ねえーとまあ、株式投資の、まあ、投資家の寿命を伸ばしたいという気持ちもありましてです、ね、やっぱりあの自分がやってた時、まあ、この23年間ですね、えー、と結構おかしな株とか、まあ、口先だけの、まあ、成長っぽい株、まあ、いろんな怪しげな株。 たくさんの株があって、そういったもので引っかかって、大きな損失を抱えて、退場をやむを得ぬしてしまった投資家っていうのがいらっしゃってですね、そういった方、実際、そういう方に言っても、それが普通のバリュー投資になるとは、なんとも言えないところあるんですけど、少しでもですね、ちょっと、 個人投資家のです、ねえー、と株式投資としての寿命を伸ばして、なるべく多くの人にですね、まあ儲かるようになってほしいなと、まあ、個人的には思っております。まあ、あと、不快とかでですね、まあ、これは本当に銘柄とか、司教とかですね、情報交流させていただくことで、自分自身もいろいろ学ばせていただいております。えあとはあの 最近はちょっと成長株寄りにしてますね。もともと割安と成長がまあやっぱりファンダの2つの重要な要素だと思うんですけど、まあ、割安で儲けるってなかなかですねトレーディングといいますか、株価の安いところを買って高いところを売るという、ちょっとモメンタムを取らないといけないと思って、そこはそこで難しいんですよね。で、まあ、あの私としては出遅れ気味の成長株をですね、まあ、例えば、 であの出来高とか流動性とかちょっと問題はあるけど、まあ、会社自身はいいとかですね、まあそういったものが見落とされているものをまあ割安に買っていくのが好きかなと思っております。あとまあ信用トリックをやっ 少しはやってますあの前みたいにあの激しくですねあの、フルレバレッジとかそういうことはやってないんですけど、まあそういったことをやってトランプラリーに行っております。で、あとはあのフルポジプラスアルファ。まあフルポジにはあの、まあ、賛否いろいろあるんですけど、えっとまあ、基本的には株式投資ってあの、まあまともにやれば一応現金よりは 長期的にはプラスになれる、まあ、インデックスに勝ってればさらにあの期待値プラスになれる、まあ、そういった要素はあると思うので、まあ、なるべく現金を減らして株を増やす方がいいんですが、だからといって、まあ、信用取引をやるとどうしても暴落を食らったりです、ね、コロナショックとか、まあ、そういった一時的なです、ね、暴落で大損をしてしまって、体重をやむなしとなるのもつらいので、まあ、そうならないようにですね。まあ フルポジだったらまあ最悪でもですね、マイナス50%だと50%なくなる、まあ、50%下落ってことは、ま、めったにないですけど、まあ、気持ちとしては3割減ぐらいですかね、えーと、コロナショックがだいたい3割減少だったんで、まあ、それぐらいを、あのー、覚悟した上でフルポジをやっています。でプラスアルファはですね、まあ 今のところプラス10%ぐらいあの信用取引をやるという感じですかね。はい、で、えーと、インデックスプラスアルファの投資成績を目指しているということです。まあ、分散投資はですね、まああの、いろんな集中投資が一番儲かるし、まあ、皆さん、まだあの、ね、集中投資でできる分にはいいんですけど、私の場合だとちょっと流動性が薄いものをあの好んで。 あの買うことが多くて、そういったものを集中投資するとですね、まあ自分のポジションが売却できなくなってしまう、機動的に動けないんですよね。だから、まあ自分の場合だとちょっと分散して、数百万円ぐらいのですね、ロットで持っておくのが、まあ一番やりやすいかなと思っております。はい で、まあ、成長している、成功しているものは、そのまま持って、見込み違いは売却していって、まあ、ポートフォリオをどんどん向上させるという、そういう仕組みになっております。で、位置づけとしてですね、まあ、バリュー等しかいっぱいいるので、まあ、この区別が必要だと思うんですけど、えっと、まず、まあ、保有よりだけど、まあ、売買も多少はしますと。で、売買については、結構、売買の回数は多いんですけど、えっと、細かくですね、10万、20万とか、 細かく売却するので回数が増えてしまってって感じでポートフォリオ自体はそこまで、あのー、もう丸っきり全然変わるってことはなくてまあ銘柄ちょっとあのー、もう利食いしたいなとか損切りしたいなってものをどんどん売っていって新しいものを入れていくという感じですねで順張りでまあ本来バリュー投資家だったら逆,逆張りなんですけど行き待ちと式にはもうあ上がったもの を買っていく感じですねあのそこ、ね、から反発してとか、ちょっとあの業績が良くて、まあ、それが交換されて上がってとか、まあそういったまあ今後、一応右肩上がりが期待できるようなタイミングで、すねやっぱ逆張りってちょっと時間効率が悪いことが多いので、まあ、そこらへんはちょっとまあ時間効率考えて上がり始めたところを狙いたい。 もしくはもうあの見つけたところで、もすでに株価上がってても、それはもう、それで十分、さらに。 上値に狙える割安さだっったら買っていくとで、まあ、分散投資で、えー、ROE はあの資産効率の良い会社を、まあ、だから成長株は基本的に ROE が高い会社多いですからね。で、まあ、PR は見るという感じです。PR は見るのは、これは PR50 倍とかでもいいあのすごくいいものだったらいいんですけど、やっぱりあの、 高い評価のものはですね、ちょっとあの期待外れといいますか、例えば、まあ、30%成長の会社が20%か10%になっただけで株価が下がってしまうことも多いので、まあ、そういった PR の期待の白落でですね損するのが嫌なので、まあ、PR15 倍ぐらいですかね、15, から15倍前後で PR10 から20ぐらいがまあ大体のボリュームゾーンです。はい でですねえー、と実家紹介、こんな感じで終わりまして、まあ、今回ですね、えー、と嬉しいことに、えー、と質問をいただきまして、まあ、それについてもです、ねはい、回答させていただきたいと思います。はいえー、とまずですね、不動産 G メンさん、面白いですよね。不動産も相場が良くなると関心を持つ人が増えて、そこにつけ込む業者もいますね。えー、と金融もリテラシーを。 あるにはどのよううな方法がいいんでしょうかとありますね、えっと、まず不動産 G メンさんって何者なのかっていうと、まあ、このユーチューバーの不動産 G メン竹島っていう人がいまして、まあ、最近私知ったんですけど、結構この人が紹介する不動産のです、ね、悪質難、まあこの方自体はまあ普通にそれをあの告発するすごくありがたい人なんですけど、まあ、いろんなです、ね、ワンルームのマンションの サブリースの悪質な案件とか、まあ、紹介して、それで、まあ、実際に被害に遭った方と、まあ、インタビューで取材をしたりしてです、ねまあ、どのような形で、まあ、被害が起きてしまって、今、どういう状況で、どのようにすれば、まあ、その状況から少しでもまあ、マシな方向に持っていけるかというのをあの YouTube で,です、ね、語っていただいて。まあ まあ、とりあえず、これは見ていただければと思うんですけど、まずですね、金融リテラシーなんですけど、ま,あ、あのまずですねあの、一番大事なのは、失敗、落とし穴を知ることですね、はい、落とし穴を知ることが一番大事かなと思っております。えー、あのなんて言いますか、まず、まあ、儲けたいのは当然やむを得ないんですけど、ま,あ、まずですね、例えば、 IT とかサーバーとかネットワークとかでもそうなんですけど、まずセキュリティですね。あの、セキュリティを重視した上で、その後サービス、だからセキュリティガバガバ,バだと、どんなサービスやってても使えないと思うんですよね。で、そういう意味で、えっ、ー、と、まあ、不動産のその知識ですね。で、不動産投資を学ぶことが何がいいかっていうと、一番の落とし穴って借金なんですよね。はい。 まああの借金がですねえっ、ー、と人生をあの陥れると言いますか、あのまあ、やっぱりまあねあの闇金牛島君とか有名な漫画ですけど、やっぱりあの借金さえしなければ、この人なんとか復活できるようになってなるのに、まあ、どうしても。 あのそれで落ちてしまうでまあなまじそれで手に入ってしまうとそれを使ってしまってさらにドツボにはまるで金利も払えなくなって自己破産とそういう感じになるんですけどまああのまあ確かにね闇金牛島君に出るような人はちょっとまあ人的に問題があると思うんですけれどワンルーム投資についてはですね私もいろいろ調べたんですけど非常にですねあの 何と言いますか、あの巧妙にできておりまして、えっ、ー、と悪質な業者の方がですね、まあ、借りる、いわゆる賃貸借契約で借りる方になってるんですよね。まあ,あの自分自身のツイッターでもですね、あの紹介しているんですけど、えっ、えー、と、どっかな。はいえーとまあ しいで,すよね、で、あとはですね、えっ、ー、と、まあ、シンプル、事業がシンプルで分かりやすいってことですね。はい。で、シンプルで分かりやすいんですけど、何がいいかっていうと、あの、まあ、物を貸してお金、家賃を借りるということです。で、まあ、当然のことなんですけどね、えっ、ーえー、と、これとかですね。はい。まあ、あの、えっ、ー、と、不動産地メン まあこれを見て、こういう案件があるんだって分かればいいんですけどね、えっと、あとはあの弱い立場を悪質な業者が利用してるってことですね、サブリースの問題点として。えっと、借りる方って、基本的にあの本来は個人のまあそんなにお金がない人で、貸す方っていうのは大家で、あのアパートとかマンションを持ってて、強い立場なわけです。 だから強い立場の人をからの傲慢なそういった態度を守るために、その借り手の弱い立場の人は、法律で守られているんですけど、その法律を活用してですね、えっ、ー、と、まあ、被害、まあ、こっちから解約できないようになってるんですよね。お親側と言いますか、女側と言いますか、まあ、被害者ですね。あの まあ、悪,質業者悪質業者側は弱い立場なんであの、まあ、サブリースは解約したくないと。で、解約しないと、そんなサブリースがついている問題の物件を高く買ってくれるか、まあ、買い手なんていないので、で、まあ、買い手がつかない、売買できないとなると、その悪質な業者に安値で買,わ買ってもらわないとどうしようもないで、安値で買い取ってもらうとローンが残って、そのローンは、 まあ、あのとても払える金額じゃない500万とかになって、まあ、自己破産になるとそういうような感じになって、まあ、そういったことですね。であとはあの不動産投資は基本的にはあのマンションを買うときにローンを借りて自分の手元の資金とあとそれによって支払う金利とかも加味しながらその家賃の収入が見合うかどうかっていうのを考えるわけですけどそれって あの工場を建てるときとかでも、あとまあメーカーとかでも、あとリースとか、あとは他にも人材派遣とかですね、いろんなところで、まあ、収入とコストっていうのが、あと投資ですね、まあ、そういった要素がまあ一通り揃っていて、それでなおかつ、そのジャンルがですね、えっとまあ、誰もが家に住んで、 家賃を払ったり、そのローンを払ったりしていると思うんですけど、まあ、誰もが知っている身近なところで行っている事業というところで,です、ねまあ、分かりやすいので、別に不動産投資を進勧めるする気はないのですが、まあいいんじゃないかなと思います。で、まあ実際にです、ね、あの不動産投資をやっている会社への投資というのも一つの。 まあ、投資の手かなと思います、まあ、あの今回金、まあなかなかね、金融リテラシー。なかなか金融リテラシーというと、幅広いんで、あれなんですけど、例えばですね、えー、と株式投資でもあの不動産投資と似たようなことができるのがありまして、まあ、私が好きなのが、例えば、長営という会社ですね、299さんで。えーとまあ、京都に、まあ、たくさんのです、ねえー、とマンションとか、 あの不動産物件持ってて、それを賃貸にやることで、まあ、売り上げと、まあ、利益、稼いでいるという会社で、まあ、あの比較的ですね、PR が6.5倍ぐらいで割安で、配当利回り多いんで、まあ、下手な不動産都市やりより、帳簿を買った方が個人的にはいいんじゃないかなと思っています。あとですね不動産 の中ではですね、えー、と最近 IPO で上場した山市ユニハイムエステートですね、こちらログミーさんでも2回もですね、あのー、手ミアをされておりまして、山、ま、市、あ、ユニハイムエステ、まあえーとです、まずこのログミーさんのところで、注目なんですけど、えー、とまずこれが何の回なのかっていうので、 個人投資家向け会社説明会なんですけど、えっと、まあ、あの、決算説明会の文字起こしだと、まあ、普通にいつもやってるやつを、まあ、ログミンさんのところでやって、それで文字起こしされてってなると、まあ、あの、決算説明会って別に、あの、やんなきゃいけないものなんですよね。で、まあ、あの、 その会社が言いたいかは言いたくないか関係なく、もうあの定期的にやるものだし、むしろそれをやらないってなると、ちょっとネガティブになるようなものなんで、その代わりですね、個人投資家向け会社説明会って、これは別にあの会社としてはやらなくてもいいものをあえてお金を出してやってるわけですよね。だから、何か言いたいわけですよね。 うんでまあ、IPO をしていろんなまああのメディアに出られていると思うんですけど、まあ、なんか言いたいと、で、まあ、実際のところ株価も下がっているので、おそらくちょっと株価的にまあ、なんとか上げたいで、ね、て、やっぱりなんでそうなのかというと、知名度が低いとか、分かってもらえてないっていうことだと思うんですけど、まあ、ここを。まあ 何が分かってもらえてないかっていうと、結構ですね、不動産の賃貸とかが利益のシェアが大きいってことと、あと不動産開発もやってるんですけど、まあ、ちょっとですね、えー、と普通だったら、まあ、不動産開発ってまあ家を建てたり、マンション建てたりってことが当たり前だと思うんですけど、まあ、実際、ここマンションもですね買収した子会社でやってて、まあ、売上も半分はマンションなんで、まあ、そこも、あのー、それはそれなんですけど。 ここのですね、特徴が結構土地、なんか農地とか山林とか山とか、ちょっとまあ、そのままじゃあの家建てられないような土地をまあ調整して造成して、まあ、建てるものが建てられるようにすると、まあ、実際に建てて、その後売却した賃貸なんですけど、まあ、あの、ここがですね、結構あの、普通だと、まあ、 もう住宅地のところを、まあ、仕入れて、まあ、分,あの分譲して、まあ、建物を建てて売るってなると、ちょっとあ,の、まあ、ある意味、どこでもできるっちゃどこでもできるところもあるので、まあ、利益率も低くなってしまうんですけどここはちょっとあの、まあ、そういう形で、ちょっと増税で、まあ、2、3年かかるってことで、ちょっと手間暇かかるんですよね。だから利益率も高いと。 まあ、例えば、利益率がですね、長、ま、営、あ、もいいんですけど、えっと、山ですね、えっと、まあ大体15%ぐらいなんですよね。はい。まあ不動産って大抵まあ、そこそこいい会社も多いんですけど、まあ10%ぐらい。 もしくは、まあ、数パーセントも多いところになって、まあ、比較的、まあ、付加価値高いのかなって、まあ、PR は4倍とか3.5倍ぐらいなので、まあ、安いなって、そんな感じですね。まあ、配当がまだちょっとあれなんですけどね。はい。まあ、そんな感じでですね、えっ、ー、と、まあ、不動産投資を学びつつ、不動産株も、まあ、見ていくのもいいかなと思います。ただ、あの、やっぱりですね、金利ですね、金利の先行きが、 今後どうなるかっていうのは、一番の注目ポイントで、おそらく日銀の会合とか、そういったところで、何かとまあ売られやすい、で逆にだからまあ金、銀行とかと、ちょうどまあ金利に関しては、逆の方向にあると思って、金融緩和がずっと続くんだったら、不動産株の価値だし、まあ、金利が上がるってなるんだったら、銀行の価値という感じで。 まあだから銀行とですね不動産を両方持っていくと、まあ、どっちに転んでもいいとか、そういう考え方もあるかなと思っています。まあ、実際私もそんな感じですね。不動産株もあるし、銀行もある。ただ、まあ、ちょっとね、さすがに、 インフレとか今後厳しくなってくると思うし、どんどん値上げがあの席を切ったように来てるので、やっぱり金利をです、ね、上げるっていうのは、もうある程度もう責任的に仕方がないかなと思って、うん、だからまあ、ある程度は上がるとは思うんですけど、ただですね、別にあの金利自体のコストですねあの、理事とかはそこまで大きくはないと思うんですけど、 まああのー、市況ですよね不動産市況がやっぱり、あのー、マンションローンで買うとか、まあ、不動産投資でローンを持ってくる、まあ、不動産投資ってそんなに金利安くないんで、まあ、2%とかかかるそうですけど。 まあそこはちょっと金利でどうなるのかっていうのはあれですけど、まあ、住宅ローンが上がるとですね、やっぱりベースとしてあのマンション市況にマイナスに影響するかなって、そういう感じはしますね。はいまあ、そういった感じですね。えーっとまあ、私はあの不動産投資が好きなんで、まあ、それでまあ学んだところもあるんですけど、まあ いろんなですね、まあ、皆さん、好みのある、まあ、例えばラーメン屋からでもいいと思うんですよね、ラーメン屋、まあ、例えばギフトとか一風堂とかですね、まあ、そういった、あのー、ラーメン屋のチェーンとか上場してますので、そこで決算見たり、説明会の資料を読んだりとかですね、まあ、そういったところで、はラーメン屋ってこういう感じで動いてるんだみたいな。 そういうので、興味を持つのもいいんじゃないかなと思います。まあ、さらにそういったあの知識が個別株投資で役に立つと思うので、まあいいんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、あとですね、えーと、初心者の方から、まあ、ご質問いただきまして、いつも勉強させていただいております、投資初心者のものです。えー、私は毎朝申し立てと日経新聞を読んでから、軽く散歩に出かけるのが 習慣なのですが、大冒長さんは毎朝どのように過ごされておりますかえっ、ー、と、何か投資に役立つルーティーンのようなものがございましたら教えてください。はい。えっ、ー、と、そうですね。はい。まあ、本当にですね、私もですね、えっ、ー、と、 私もですね、えっ、ー、と、猛舎は好きなんですけど、まあ、あの、残念ながら申さてが、猛舎が放送されるような実感に起きてなくてですね、本当に私は、あの、寝坊好きなもので、えっ、ー、と、まあ、大体8、7とかの、まあ、8時半とかですね、まあ、非常に遅い、まあ、あの、特にですね、私、最近考えたんですけど、むしろ株価を動かん、見ないんじゃ、見ない方が、 いいんじゃないかって思ってましてあのまあ専業投資家だと当然ねなんかざらば中をですねずっと株価見てそれであの板を見てチャートを分析してってやんなきゃいけないのかなと思ってしまうんですけどまあ株価を見ないで株価を見ないで何するかっていうとまあ、ひたすら式法とか新しい まず最近やってるのが、指揮法で、えっと、まあ、通読続けて、まあ、新しい銘柄を知ると。もしくは、オフ会とかでいろいろ、まあ、投資家の方から、まあ、有望な銘柄とか、まあ、そういったセクターとか、まあ、そういったことを、まあ、学んだ銘柄を、まあ、どんどん入れてってですね、それを、まあ、随時チェックすると。 あとは最近新しく買ったものをチェックする。あとは今持ってる銘柄をまあ売却目線でチェックしたりとかですね。まあそういったことをして、で、まああの、まあ銘柄の 株価の値動きについては、さほど、まあ、あの追わないということにした方が、時間効率がいいんじゃないかなと思っています。で、まあ、朝ですね、猛、まあ、さては録画で見て、あとですね、えー、とモーニングプラスですね、えー、と八木ひとみさんとかが、まあ、司会でやられている、まあ、モーニングプラス。BS でですすね、BS、の方でやっていますあと日経新聞は実はちょっと取ってなくてですね、本当に日経マネーとか出させていただいているのに申し訳ないんだけど、日経新聞、まあ、読んだほうがいいのかなと思ってはいるんですけど、あんまりそういうマクロ的な視点を、まあ、見てないので、もうこれはこのまま。 いいかなとまあもしかしたらねあのこの前のあの海運とか半導体とかそこら辺の絡みって日経平均部とか見てたらまあ取れたのかなとかそういうのを思ったりするんですけどまあどっちかっていうと私は世界の情勢っていうよりはもうちっちゃな世界のちっちゃい銘柄の好材料とかまあそういったところでまあ、ちっちゃく生きていくのがいいのかなとまあ そういう感じで思うので、あんまり日経新聞に取り上げられるようなニュースで、まあ、投資を考えたりしないのかな。それよりは個別の方を見ていった方がいいかなと思っています。なんかそっちの方にも、なんかマニアックに言っていた方がいいかなと思います。で、毎朝、そうですよね。まあ、あの起きて、どうでしょうね、儲かるルーチン。だからそういう感じで、株価を見てしまうとですね、 ななんか切りないんかいですよね、あのー、でさらに株価ってやっぱり保有株中心に見るのでずっと保有株で、まあ、なんかですね入れ替わりをしなきゃいけない、まあ、そうしないとですねなんか自分の持ってる株って強烈なあのい,いいに違いないとかあの是正すると言いますかあの正しいと思ってしまうし馴染みのあるものだから。 やっぱりあの愛着があるんですよね。まあそういった状況で、まあ、株価を見ていくと、まあさなんかですね、まあ、下がると不安になってしまうし、まああとはちょっとかんそれでか株価を見て失敗したのが、まあ最近だと低2とかですね、まあ T2 とか、まあ決算が出てですね、まあ T2 せっかくですから、えっ、ー、と見てみましょうか。 そうですね、本当に見,見るのもちょっと辛いんですけど、えーとまああの、銘柄としてはすごく儲かった銘柄なんですよね。あのこれもです、ね、ログミーさんで見つけた銘柄なんですけど、ログミーさんで,です、ねえー、とせっかくなんで、えーと、ログミーさんですね、まあ、ちょうどですね、私があのログミーさんのでと講演とかをさせていただくときだったのかな、この、これですかね、えー、あの8月20日。 えー、あのー、まあ、古市オンラインで、まあ、古いゲームとか、あとまあ、あれですね、トレカですね。まあ、その当時も売れてたんですけど、まあ、今ほど、まあ、話題ではなかった。で、トレカがあって、このテイズというですね、あの読み取り査定機とかも出て、まあ、これがフランチャイズで、まあ、買い取りをどんどん増やしていけるみたいな、そういう話をされていて、 まあ、その時は別に別に伸びるとか考えての、まあ、ここら辺ですね。本当に、まあ、80円台。いや、これで買って、まあ、あ実際半年ぐらいですもんね。半年ぐらいでこんなに上がったんですよね。だから全然、あの、自分としては、あの、いいんですけど、まあ、問題はですね、株価を見てしまったがために、えっ、ー、と、まずですね、ここで、まあ、決算が出ました。決して悪い決算ではなかったんですけど、まあ、 はですね非常に人気が出てしまって、もう決算の後に買う人がいなかったんでしょうね。で、ガーッと下がってしまったと。まあ、決算自体はですね、まあ、ここにあるんですけど、えー、っと、まあ、あの、情報修正がなかった点はちょっとマイナスだったのかなと思うんですけど、えー、っと、まあ、あのこんな感じですね。あとは9、4、9、まあ、あの、第二四半期 に比べて第三四半期はちょっと弱い、まあ、あと利益率がちょっと下がってるとかですね、まあ、突っ込みどころを探せばあるんですけどね、えー、まあ、あるにしても、T2 はどっちかというと、 バリュー株の分類で、そんな厳しめに見る成長株の分類ではないのになと思うし、PR も10倍ぐらいですからね。ちょっと PR ね、今、トレカがもしかしたら一時的なバブルってなると、この PR は当てにならないってなるとね、どうなんだろうっていうのはありますけど、それって寄り付きでまあ売却したんですね、いったんですね。で、その後まあどんどん下がってですね、 えと3回も下がったから、ちょっとこれはまずいんじゃないかと思って、一旦ちょっとさらに売ったんですけど、ここがですね120円台で売ってしまって、その後があって反発して、これ見てなかったこのまま持ってたらなーって思うと、まあどうしようもないんですけどね、こういうのって。まあとりあえずですね、買い値が安いから利益は当然出てるし、まあ大儲けではあるんですけど。まあ まだ残ってる部分があるんで、この反発は反発でそれなりにあったんですけど、なんでしょうね、えー、と株価って、私のような人を損させる動きをよくすることがあって、まあ、もちろんねあの、それによって助かった部分大きいと思うんですよね。まあ、株価自体がその今後出てくるであろう悪材料を予見してくるかのような動きをして、下がっていくっていうのはあるとは思うんですけど。 うん、まあ、だからですね、まあ、それよりは新しい銘柄を見つけることによって、えっと、既存の保有株にしがみつくのではなくて、新しい銘柄をどんどん見つけてきてですね、それであふれ出るような形で、まあ、ちょっといまいちな保有株をどんどん売却していって、リフレッシュ。 ポートフフォリリオをリフレッシュしていいこうう、かなというそういう感じでいいます。まあ、そういう意味では、まあ、毎朝ってわけじゃなくて、まあ、朝のルーチンではなくて、あれなんですけど、まあ、あの、やっぱりですね、新しい銘柄を見つけていくってことは重要なのかなと思っております。はい。あ、あと、まあ、あの、質問を結構いただいたので、えっ、ー、と、い と、したいと思います。えっ、ー、と、適時開示を読み切れません。えっ、ー、と、開示を見るポイント。そうですね。えっ、ー、と、開示タンテクニック。えっ、ー、と、はい、えっ、ー、とですね。まあ、ああの、開示なんですけど、まあ、ああの、まあ、あ皆さんご存知かもしれないんですけど、この、まあ、あ tyn、まあ、あ 金さんって方が作ってみたいですね。t y n i マーケット。まあ、これが結構私としては便利で。で、あとさらにちょっとすみません。あの、まあ、デュックさんの投資塾でですね、あのスーさんって方があの特別にツールを作られてまして、ここからリンクが飛ぶようになってます。これは普通にはないと思うんで。まあ、あの、 でまあ、これでですね、まあ、主にですね、ここの増益率とかを見て、まあ、増益しているものを拾っていくっていうのがいいのかなと思っています。あと、まあね、株単の、まあ、これも本当にあり,ありきたりで、まあ、知ってるよって感じでしょうけど、まあ、決算速報と、あとサプライズ決算とかですね、まあ、こういったもので、えー、とまあ上がりそうなもの、あとは PTS ですね、まあ、PTS で。 BTS ランキングで、まあ、モーニングスターとかですね、えー。まあ、見るっていうのがいいと思うんですけど、まあ、あのー、そんなことは言ってるんですけど、あとですね、まあ、あの、保有株に関しては、あの、ロボホリオというですね、えっ、ー、と、ツールがありまして、まあ、ロボホリオが何がいいかっていうと、まあ、あのー、 保有,株のまあ、保有株に限っての、えー、と適時開示を読むことができると、まあ、あの例えばです、ね、あの株単でも、まあ、このアイマーケットでもそうなんですけど、まあ、保有何を持ってるかっていう情報が当然、彼らにはないもんですから、まあ、ずらずらと出てあの、特にピークのようなときは、まあ、全部見るの大変だし、見落としてしまうことも多いと思うんですよね。 まあそういった時にロボフォリオに自分の口座のまあ保有株を、まあ情報を流しておけば、それに従った適時開示が出てくる。まあ、あとは、カビウさんですね。カビウさんの方に、 まあ、自分の保有株の情報を流しておけば、その保有株の決算予定日とかも出るし、適時開示も入れますと。株、ま、有、あ、さんについてはあの、スマホのアプリでパソコンには対応してないので、ちょっとあのスマホからだと見えにくいんですが、まあ、スマホでいいっていう人はそれでもいいし、まあ、あのパソコンでいいが欲しいっていう人はロボフォリオがいいかなと思います。 あとはですね、まあ、あの、全然知らない銘柄の適時開示を読んで、それで投資を判断するっていうのもですね、まあ、結構最近流行りのもので、別にそれを否定するつもりはないんですけど、なかなかこれ難しいんじゃないかなって私は思っています。全然知らない銘柄について、まあ、例えば増益。 増,収増益ですと、まあ、例えばテイツーを全然知らない人がテイツーのさっきの決算見たらいい決算じゃないかじゃあもうより好きで買おうってなって、まあ、いきなり食らったりするわけですよね。ままああそれってよく知ららないから、まあ 入ってしまうだから、需給状況とかですね、それに至るまでにどういう感じなのかとか、だから決算またぎをする気満々の人が買って、もう決算出たら、もう翌日投げる気満々の人がいっぱいいたら、どんなにいい決算であっても売られてしまうこともあるし、逆にまあ、それでもその人のまあ想定を上回るような決算が出れば、 上がるしってことで、それがあの全然知らない銘柄をいきなり適時開示見て、それを判断できるのかっていうのはちょっと分からなくてですね。うん、まあ実際のところ、知らない銘柄については開示見ることももちろんいいと思うんですけれども、まあ、私も全部見てられないし、見てないですし、うん、まあだから、そこはもう私は諦めてます。A、あの全然知らない銘柄の。 ことについてはもう仕方ないし、あんまり見てないし、うん。で、まあ、なんか株価がすごい反応したら、まあ、例えば、あのそれについてあの調べることはありますけど、まあ、基本的には保有株の中だけでいいかなと思っています。で、逆にそういったことにチャレンジしてる人が多い印象なんで、まあ、それとはまた別のやり方の方が いいいんじゃないかなだからまあ、ちょっと劣等者になってんじゃないかなっていう、そういう気はしています。あと、まあ、四季報勉強会の感想を教えてくいただけますか行ってみたいのですが、レベルが高そうで、尻込みしています。はい。まあ、私は四季報勉強会、あの、おそらく堂島さんの、あの、会だと思いますね。はい。 えとまあ、私自身はですね、いいと思いますし、あとですね、一応まあ告知として、2月4日ですね、まあ、博多なんですけど、博多でまあ私のまあ銘柄話とかも含めて、えー、と14時から行う予定なので、まあ、興味ある人は見てほしいんですが、えー、とまずですね、えー、と四季報勉強会ですね、えーとまあ、この堂島さんっていう方が、 まあ、運営している会員のことなんだと思います。まあ、ちょっと東洋経済とは直接関係ないので、あの、指法を名乗ってはいますけど、はい。えー、っと、まあ、基本的には四、ね、季法の紙の語を持っていくってことを忘れなければ、あとは、一応それなりに読んで、一名柄語れるようになってればいいんじゃないかなという、そういう感じではいます。あの、なんか、シート渡されるので、そのシートを埋めて、 でまあ、自分はどういう投資家ですと、まあ、その投資スタイルとかを書いて、あと、銘柄について軽く書くという感じですね。まあ、あの、まあ、もちろんね、あの、語る、私は結構セミナーとかで銘柄を語ることが多いので、まあ、慣れていますけど、全然それことをやったことない人にとってはあれかもしれません。ただ、まあ、銘柄を語ることはですね、結構、あの、 語ることで気づくこととかあるし、あとはいろんな人から教わって気づくこともあるので、まあ、あの、勉強になるし、チャレンジしてみるのもいいんじゃないかなと思います。あとですね、まあ、いろいろ銘柄を語りました。それで、まあ、その銘柄についてちょっと、まあ、あの、質問されたりとかですね、まあ、ちょっと厳しい印象を受けるかもしれませんけど、それはそれで、あの、 損してほしくないっていう気持ちもあり、そういったことを言ってると思うので、まあ、あの前向きにですね、まあ、受け取っていただいた方が、まが、あ、実際それが本当に問題を指摘いただいて、まあ、それに気づいて、ちょっとこれはっていう時もあると思いますし、まあ、それで損失を回避できれば、すごくいいんじゃないかなと思います。はい、あとはですね、えー、と雑誌で紹介されている東京きらぼしは、 えー、地銀の中でどのあたりが良いと思われているのでしょうか。ええー、あの、東京きらぼしですね。まあ、せっかくなので、四季法。まあ、あのね、地銀、まあ、いっぱいあるんで、どれがいいかって、何とも言えないんですけどね、えー、あの私は結構東京きらぼしが好きで持っているんですが、ええー、あの、 ちょっとですね、PR と PBR、すごい割安に見えるんですけど、これちょっと、あの、規格化要素があって、まあ、優先株で、まあ、おそらく2倍ぐらいの、あの、換算でいった方がいいのかなと思います。ただ、PBR0.6 倍で、PR がまあ、9倍ぐらいですかね。結構株価も上がりましたからね。うん、まあ、そういったイメージでいます。ただ、優先株のその、規格化要素が、 最近ちょっと調べてないんで、もしかしたらちょっと違うかもしれません。はい。えー、っと、まずですね、えー、っと、この急に良くなってるんですよね、決算。で、ここはですね、特別利益、まあ、なんか不動産の売却益とかで、あのー、高く乗っちゃってるんで、これが実質150億とすると、まあ、結構。 増益として、まあ、ペースとしていいかな。で、まあ、中継でですね、結構強気の中継出されているということもありますと、あとは、まあ、東京都にあるということですね、まあ、東京都って何がいいかというと、それはまあ首都だから。でまあ,あ,のあとは 中小企業がたくさんあって、メガバンクが必ずしもすべて見切れてない、まあ、信用金庫とかも当然いろいろ頑張ってると思うんですけど、ちょっとですね、まあ、見落とされてる需要がたくさんあるんじゃないかなと思うのと、まあ、そういった需要に対してです、ね、いろいろ頑張っていること、あの医療機関ですとか、あと、まあ、中小企業に対してもですね、前給という、あの サービスをやってまして、まあ、従業員の方が、えー、と法人のですね、あの平ら星に預けてるお金を活用して、マイ給というサービスをやってまして、それは何かっていうと、従業員の方が、えーとまあ、例えば20万円、あの収入がまあ25日になったら入る予定なんだけど、まあ、今ちょっと10日で。 えーまあ、ちょっと結婚式があるもんで、まあ、5万円ぐらい借りたいんですと、まあ、今まではサラリーマン金融とかで借りて、まあ、5万円借りて利子がつきますっていう話だったと思うんですけど、まあ、毎給がありますと、ですね、まあ、5万円とか10万円とかですね、あのー、会社に申請して、まあ、あの25日の前にですね、あのー、毎給としてもらえるんですね。でそれには 金,あの金利はつきませんと、借金ではありませんと。で、まあ、それで、きラボシは一応あの、法人の口座からその10万円とか5万円をあのとりあえず抑えておくんですね。で、25日になって生産をするという形で。で、まあ、法人の口座の方は、だちょっとですね、口座の残高が少し削られるような感じにはなりますけど。 とはいっても、まあ、それ以上にね、あの、口座の現金積み増しているのが当たり前ですからね。えあのそういった、まあ、新しいサービスをやっている。あと、まあ、あ UI 銀行というですね、デジタルバンクとかもやっていたり、あと、ベンチャーキャピタルやってたり、まあ、そういったところも、あの、新しいやりきがあるところあると思うんですが、まあ、医療機関に対してのですね、融資とか、あと、まあ、プロジェクトファイナンスとかですね、 まあ、おそらく動産に対しての融資、まあ、例えば医療機器とかですね、まあ、結構病院とかっていった高高額な医療機器とはあると思うんですけど、まあ、そういったものに対して、まあ、融資をしたりとか、いろいろやってるんだと思います。あと、保証業務とかですね。あの、とにかく、まあ、いろんなことやって、なんとか、その、 同じ100億円融資するにしても、金利を高めようとする努力がまあ少し見受けられるかなと思っております。あとですね、ここ結構、移転の統廃合とかものすごくやってるんですよね。で、まあ、銀行の場合、コストのことを OHR っていうあの仕様であるんですけど、その OHR がどんどん下がっているということですね。うん まあそこがいいんじゃないか。な、まあ、移転とかですね。まあ、基本移転と言いつつ、どんどん統廃合してるんですよね。で、コストが安くなっていきますという、そういう感じですね。はい。で、まあ、あの、切ら干しについては、そういう形で、えっ、ー、と、評価をしています。でえっ、ー、と、あとはなんかな。あまあ、そんな感じですね。質問の方は。はい。 あとは、えっ、ー、と、まあ、自分自身のですね、ツイッターについての話とかもしてみたいなあと。あ、そうだ、富裕層の金融資産ですね。まあ、富裕層、まあ、あの、ターゲットとしていいと思うんですけどね、えっ、ー、と、実はですね、結構この真っ層も、あの平均の接金額増えてんですよね、これ。あの、2005年の時に1336万円だったのが、まあ、1200万円になって、 1556万円、まあ、1世帯あたりですね。まあ、単純にこのマスソぐの,の全部の金融資産を世帯数で割った。で世帯数も増えてるんで、えっ、ー、ソぐの、まあ、金融資産も増えてるんですよね。まあ、あのまあ、どうしてもね、ここの世帯数が爆発的に増えてる。まあ、これ、おそらく株式投資とか不動産投資とか仮想通貨とかで。まあ 儲けされた方が富裕層、超富裕層になったことによってできたのかなと思ってはいます。だからね、まああの貧相からお金を奪って富裕層があの儲けているっていうのはちょっと間違ってるんじゃないかなと思っています。あとイオン北海道ですね。まあもう売却したんですけど、100株だけ持ってたんですけどね、有体株として、まあ含み益あるんですけど。 ちょっとですね、最近思うんですけど、まあ、優待、嬉しいことなんですけど、あの株主あの株、株主関係が非常に最近活発化してですね。 あの利回り5%とか、本当にあよくある感じで、場合によっては7%とかですね、まあ、海運とかだと10%、ちょっとそれは継続性どうなんだろうってあるんですけど、昔はイオンであの株主優待で4%もらえるってだったら、もうそれだけで嬉しかったんですけど、今4%だと、じゃあ5%の後輩と株の方がいいわとか、そういう話になって、ちょっと弱くなっちゃってるんじゃないかなと思って、少しですね、最近。 株主優待株については弱気で見ています。やっぱりね、あの、さっきサーバーエ,サイバーエンジェントが新しく優待、新設されたみたいですけど、とは言ってもですね、えっ、ー、と、やっぱりですね、新設よりは配信の方が多いと思いますし、まあ、実際あの、後輩等を目指していった方がいいんじゃないかなと思っています。はい。あとまあ、あっちとかですね。はい。 藤井風。あ、そうだ、藤井風なんですよねあ。あと、まあ、ファイヤーですね。藤、う、井、ん、風ね、50代多いっていうのがちょっと意外でしたね。まあ、ちょっとね、まあ、その中でいろいろ、そこそりまあ、いいことも言って。 てるつもりでいるんですけど、まあ、ワシントンホテルですね。まあ、コロナ一棟貸しが結構あったっていう感じですね。まあ、あとは、まあ、エイビーホテルとかアメイズとかもですね。結構、まあ、あの出張客向けが多かったりして、まあ、あとはメイズは。 あの、TSMC の工事で、まあ、工事の人とかが止まってないかなとか、そういうのを期待してはいます。まあ、そういう形で、結構ホテルもですね、必ずしもインバウンドの、まあ、影響の濃淡があるかなと。あと、エビホテルについては、もう立地が完全にあの工場とかの、 周辺って決めてて、校、ま、長、あ、にまあ赴任したりとか、あとは臨時的にまあ来られる方とか、まあ、派遣請負いで来られる方とかをターゲットにしてやってるみたいなんで、まあ、そういう需要ですね。お、ま、そ、あ、らく景況感にも影響するのかなとか思ったり、あとこう観光庁 BPO 本当に今、 気をけけないといけないいいとです、ね、まあ IR で問い合わせてもいいと思いますね、えー。コールセンターとか人材、あとイベントとかもですね、イベントってなると当然あのこれから再開してイベントごと、まあ当然ね、あの盛り上がりそうだなと思うんですけど、まあ、そこが実はワクチン接種の需要で儲かってましたとかね、多いと思うんですよね。まあ、あのイベントで、まあ、いつかしてたり まああれですね、会員の椅子とかも貸してる業者とかも実はワクチン接種あの施設向けに椅子を貸してて、それが儲かってましたとかね、そういうのもあると思うし。あと医療 関係者派遣とかもですね、あの、お医者さんとか看護師とか、そういったのの派遣もですね、結構ワクチン接種とか、あと PCR 検査とか、そこら辺で、まあ、需要高かったですからね、まあ、そこら辺の白落も心配するところではありますね。あと、まあ、天井探しゲームと王族探しゲームですね、これ、まあ、基本的にはですね、 日本株というやっぱりシクリカルな銘柄が多くて、まあ、そういうのを得意としている人ならいいんですけど、まあ、なかなかですね業績,と、まあ、あの業績と株価がリンクしてない銘柄っていうのがあって、まあ、逆に業績悪い決算が出たら、そこを機に反発するとかですね、まあ、そういった銘柄も多くて。 今はですね、おそらく業績、大坂を探しゲームを最中してるんじゃないかなと思って、即質とか少しあの反発してますけど、半導体とか、まあ今、大坂探しゲームが大坂を見つけて、そろそろ反発してくる頃合いなのかな。ただ、それがちょっと楽観し,しすぎてるんじゃないかなとか思ったりしています。どうなんでしょうね。で、あ、ちょっと、あと、定2株主です。えー、っと、あ そうなんですよね。まあ、普通はポジティブと捉えてもおかしくはないと思うんですよね。あ、そうそうそう、T2 もですね。一応、あの、T2 結構 IR 熱心で、まあ、例えばですね、直近でこういった、あの、ログミさんの文字起こしやれてて,て、まあね、あの、バリュー株としては、まだポテンシャル、正直こ、トレカがどこまで伸びるのかって感じなんですよね、ト,トレカの人気がですね。 まあこれからね、この自販機とか、まあいろいろ、あの置かれてトレカが売れたりっていうのもあるかもしれないし、正直自分自身がトレカやってないんで、あの、どれぐらいトレカの需要があるのかって、わからんっていうのがあるんですよね。それより、もうなんかね、オフ会とか行くたびに、あの、トレカの話が、 どれかと言いますか、定位の話が出てきて嫌な感じがしてたんですよね。うん、だからどっかで売らないとと思って、まあ結果的には決算前が良かったですね。あ、あの、決算絡みだと、例えばナンバーワンとかひどかったですね、うん。ナンバーワンもですね、結構いい決算だと思うんですよ。あの、えー、っと、これですね。まあ、あの、 まあ、3級がですね、もともといつも良くないんで、まあ、あのー、悪いんですけど、まあ、前回がね、まあ、ちょっとサプライズすぎたのかなっていうのはあると思う。あの、あと減収とかですね。まあ、ただ進捗もいいし、まあね、情報修正したのかな、これ。うん。配当だけは増えましたね。はあ、情報修正は後なかな。 それでもなんか、超絶悪材料下方修正でも出したかのような決算で、ガーッと下がってくる、まあ結構リバウンドしてもこれもなんか低通と似た感じですね。だから、えっと結構ですね、決算まとぎですね。で、先ほど言った、あの、返事とかも、当然い事見て、あ、いいじゃないかって思って、寄付で買うところを食らうパターンとかもあるんですよ。まあ、ぱっと見、 私がナンバーワン、まあ、ナンバーワン持ってるし、今も持ってるんですけど、まあ、これは、あの、あんまり売らずに済んでよかったなと思って、まあ、手はちょっとずっと売りたいなと思ってたから <laughs>、売っちゃったんですけど、まあ、あの、ナンバーワンなん,なんでこんな下がるんだろうっていう感じで、ちょっと売りたくなかったって感じですね。で、まあ、そんな感じでですね、えー、っと、だから、19わかんないと、 見ててもかかかんんんなななない活かせないいせじじゃないかなっていう感すするんですよ、ね、まあ、そこら辺、改ざんとか見ればいいんかなっていう感じはするんですけどね、まあ、改ざんとかこういうので見れますけどね、まあ、ど,どれ基準にすればいいのかっていうの、わかんないですけどね、まあ、流動性と、あとは重流動性ですかね、やっぱ流動性が低いところで改ざんが多くて、決算またぎして、翌日売りたいとか。 もしくはやっぱ決算のタイミングって、まあ、時価総額、あの、流動性が高まる日でもあるので、例えば、あの、大口で、まあ、どうしても売りたいと、まあ、個人的な事情で売りたいって人が、まあ、決算を機に売却したいっていうのもあると思うんですよね。やっぱ、あの、出来高大きいですから、まあ、そこにぶつけるっていうのはあると思うので、だから、なんか、 最近、決算またぎは難しいなと思うんですよね。まあ、当然、決算またぎ成功した人の例が、まあ、ツイッターとかによく出やすいので、なんか決算またぎはいいんじゃないかって思いがちなんですけど、私自身は、むしろなんか決算前に売却した方がいいんじゃないかなと。で、まあ、決算については、上がるやつって当然、あの、あれですね、えー、っと、うん、グッピーズですね。 逆にグッピーズはすごい良かったですよね。グッピーズは良かったんですけど、誰もいい、こんないい決算が出るとは思ってないから、まあ上がるわけですよね。うん。で、まあ当然ながら、えっ、ー、と、例えば、結構ですね、ここでまたぎた人いると思うんですけど、まあ、あの、前回の10月の決算ですね、10月の決算で予想が、まあ、非常に弱気だったと。で、まあ、 まあそんなことないだろうと思いながらも、まあ、これがあと引きずるだろうと思って、まあ、警戒してきた人とが多い中、突然19がすごい良かった、まあ、普通に値上げしたから利益が出るようになりましたって話だとは思うんですけど、まあ、そういった中で、ですね、えー、とこれが出たら株価が上がったと、でまあ、進捗も、あのー、いいですよね、5億に対して、まあ、1.9億。 まあ普通に今後2億ずつぐらい稼ぐとすると、まあ8億も目指せ、7億とか8億とか、まあ営業利益目指せるとなると、もう成長ペースがちょっと違いますよねってなるし、ただちょっと値上げした直後なんで、これからお客さんがまあ値上げで離れていくとかなると、あれですけど、まあ、他にも高いみたいなんで、まあいいのかなまあ、グッピーツは全然持ってないです。 え持ってないんで、あのー、第三者的な話ですけど、だから結局、その決算またげ成功するって、まあみんな期待してないやつを当てるしかないし、みんな期待してて、それで高決算出ても、みんな期待して変わってるし、で、なんなら決算翌日に売りたい人がもう、 万祖といるような銘柄だったりして、いい決算出てもすぐガーって下がっちゃうってなると、まあ、じゃあ、決算前に売って、ガッと下がった後、あの、買う方がいいんじゃないのってなっちゃいがちなんですよね。だから、決算またぎってすごい難しいなって最近は思っています。はい。で、まあ、Q&A も、まあ、とりあえずいただいたの 回答いたしましまてで時間もですね、えーと、30分から1時間ってことで、まあ、今、19時59分になりましたので、えー、とこれで、まあ、この回はですね、えーと、終了させていただきたいと思います。まあ、たくさんの方あの、ご参加いただきまして、ありがとうございました。まあ、これからもですね、ログミライブであのライブを外ることもあると思いますし、まあ、あとはこちらの IR ライブでですね、いろんな会社の会社説明会もされていますので、こちらぜひご覧いただければと思います。じゃあ今日はありがとうございました。